新小岩駅ご通行中の皆様、大きな音でお騒がせしております。11月7日投票日の葛飾区議会選挙にテレビ改革党より立候補しております高橋純也が来ております。お訴えをさせていただきたいと思います。テレビ改革党代表豊島区議会議員楠沢亮司でございます。この高橋純也が葛飾区議議員に当選できた暁にはですね、葛飾区議会においてですね、テレビ改革党の政策である次のようなことを議会で猛烈に訴えることになります。一つは NHK 集金人の夜間の訪問を禁止させよう。NHK 集金人だけがですね、夜8時以降に訪問しても罰せられないというとんでもない特権を持っております。テレビ改革党は NHK 集金人だけがこの貴族のような特権を有しているのが許せません。私は豊島区議会議員ですが、豊島区議会議員といえども誰とでも会ってもらえるわけではありませんよね。例えばですが、夜中の10時に女性の一人暮らしの家に豊島区議会議員ですと言ってドアを叩いたところで開けてもらえるはずがありません。それなのに NHK 集金人だけが NHK というだけで夜中に一人暮らしの女性のお宅を訪問しても全く罰せられることがありません。これは総務省が出した特例によってこうなっております。 NHK 集金人だけがこのような変な特権を持ってていいものでしょうか。私は豊島区議会議員ですが、葛飾区の女性の一人暮らしのお家に夜中の10時に訪問したらどうでしょう。警察を呼ばれることかと思います。110番されると思います。皆様も夜中に NHK 出勤人が来たら110番で構いません。 NHK 出勤人と名乗ってはいてもそれが本当かどうか分かりません。このようなことを高橋に葛飾区議会で高橋が葛飾区議会で訴えます。2つ目、外国人生活保護の新規休止の廃止であります。理由は3つあります。1つは法的根拠がまるでないことであります。こちらはですね、最高裁の判決で外国人の生活保護に関しては法的根拠は全くないよというような判決がすでに出ております。理由2つ目、生活保護を受けている外国人がこの葛飾区にいる理由が我々日本人に比べて少ない、あるいは全くない。葛飾区で生まれて葛飾区で育って葛飾区で亡くなる方も多いかと思います。帰るべき祖国がある外国人はこの葛飾区にいる理由、我々日本人よりもずっと少ない、ずっと少ないどころかまるでない。どうして葛飾区にいるんですか。そういうことでですね、居住の必要性の大小がですね、我々日本人とは違うんですよ。理由3つ目、外国人の生活保護をしている国は日本以外にないということであります。外国で日本人が生活に困ってもその生活を保護してくれる外国はありません。どうして日本だけが一方的に葛飾区に住んでいる
というだけで外国人の生活を保護しなければいけないのでしょうか。これは全くおかしな話であります。当選できた暁には高橋純也はこういうようなことを葛飾区議会で猛烈に訴えかけます。どうかテレビ改革と高橋純也を葛飾区議会に送り込んでやってください。皆様よろしくお願いいたします。